でも逆にこの龍神さんはじゃあ今日一日をこの振り返ってみて、うん、難しいですけど、うん、何がでも一番印象にありましたか。印象、まあ、単純に何が印象的だったかっていうのに答えるとすると、あの神社にたどり着くまでに見た風景とか、うん、あと風、うん、あのさ、何回も僕らさ口なし言ったけど、なんか僕らが歩いたり休憩することによって体温がさ上昇したりさ、うん、冷めてきたりして全然風の感じ方は違うの、うん、で歩いてる時の風はすごく心地よくて気持ちよかった、秋だねとかってなんかさすごいゴミ系なのにさちょっと休んだりすると、あ寒いとかってなんか急にさ変わるじゃん。なんかそういうさ、なんかナチュラルな状態っていうのを感じられたのが良かった。もともと山のパワーをさもらいに行くっていう趣旨だった、うん、あ、そうなの。それも大成功だね。それ直美だってメールで返信してきたじゃん、山のパワーを吸収したいとか。秩父も山を狩ろうってことでしょまあいい言い方すると、まあ、うん、山のね、いろんなものを狩りに行こう、行きましょうとはメールを送りました。でね、普段やっぱさ車とか乗ってると分かんないけど、やっぱ山って未だに現、ね、今こんな文明がさ進んでもさ、やっぱり偉大でしょ。ですね。ね、本当に今日山乗った山はさ、まだ初級の山だしさ、ね、それですらさ、あれ全部ね徒歩で登るってさ、一日じゃ登れないよね。そういう意味を込めて、まあ、秋っていう季節と季節か山のパワーをね感じに行こうという趣旨だったんですけど、僕としてはねすごいそういうのを感じれて良かったです。特に本当今日はこの、そうですね、山の中っていうのが今一番キーワードですね。なんか日頃そんな山の中に行くこともないし、で今日この休日を一日山の中で過ごしてみて、でその中でやっぱりこの感じてくるものっていうのも人それぞれあるんでしょうけど、でもまあ龍神さんが本当に言ったように、この風っていうのは確かに風の感じ方っていうのはこの普通の日常の生活では分かりにくいだろう、分かりにくいところをこの山の中でこの感じることに、山の中で歩きながら風を一つ一つの風を受ける感じ方が違うっていうのは確かになんか驚きというか新鮮というか気持ちよかった。で直美のハハハハいうなんか息が上がってるのにちょっと萌えなんだ萌えでちょっとこうちょっと足早めちまうかみたいな、おいえなんでそれ。あとね、龍神さんの卒生もだいぶ進んだんじゃないですか。いい映画撮れたんじゃないですか今日、ね、本当にこれは俺すごい楽しみにしてます、ね、お腹痛いのに頑張ってくれたっていうのね、後で分かったっていう、あと気をやっぱ使ってくれてるっていうのが嬉しかった、ね、考えれば俺もちょっと谷底に落ちるぐらいの勢いがあった方が良かったかもしれない、ね、今日みんな天気も良かったし、ちょうど紅葉だったからかな、みんな来れば良かったのにな。今日は本当ね、今日は本当ね来ればよかったね。こっちに叫んでもあんま聞いてないからねそれちょっと悲しいね。ラジオ聞いてない。あ、でもね、この前オキがやっと聞き始めたんですよ。オキさん、おじさん、聞いてもっと面白いって言ってた。おじさん CD ね、買うからくれって言ってた。おじさん、プリミティブ、いやいや、FM 流信条。おじさん、おじさんがまさか買うなんて、おじさんが買うなんてびっくりだななんかね、僕いろいろな人をゲストにして、ゲストで呼んでるんだけど、でそのゲストとオキが話してるの気分になるんですよ
それは僕もリスナーの一つとして思います。僕の場合はゲストと龍神さんと僕で3人話してるような感じ。あ、どなたか聞こえてるパターンで、なんか心の中で、まあ、聞こえてるというか、まあ、一人ごとで、特に、まあ、小木さんもそうでしょうけど、小木さんや僕は DJ の龍神さんのことをよく知ってるから、なおさらこの本当に陥ってる感覚がある。だから面白い。なるほどね。でほら、小木ってさ、あんま話せないじゃん、あの後輩たちとかと。そうですか。うん、仕事してる時長いじゃん。うん、だからね、結構嬉しいらしいよ、聞けると話を聞けるっていう。小木さん、話しかけてきてくださいよ。もっと話しましょうよ。もっと話しましょうよ。なんかね、じわじわ来てる。小木のマインドをね、龍神が締めつつあるよ。それはもういいことですよ。なるほどね。狙った女をもうちょいで落とすみたいな。じわじわ来てんだよ。じわじわ来てる。もうちょっとなんで、あと一足みたいな。龍神の一回しか聞いたことないや。本当。これは残念。青木恵美さんがゲストで、あ、違う違う。青木恵美さんが、恵美さんと3回ぐらい。あ、ラボ、エミラボ、そうそうそう、ラボさんの個展を見に行って、あ、もう最初だ、一番最初、なんか一番最初、もう今ね、128ぐらいまで行ってるから、ナンバーだいぶ行ってるね、ほんと、ね、CD にすると18だっけ、16枚、そんなに18枚、15枚、あ、違う、16だ、16枚ぐらい、800円払ったら16枚だ、16だ、16枚、いっぱいだね。はい、購読者ですから。購読？え？なんだろう。CD も買っちゃってるからなんだろう。購読？購入？購入者？あ、でもあれはよくやりますよ。ですから。あの夢の夢を見たって感じです。ああ。やっぱりどこ聞いて。すげえマニアック。マニアック。あれ結構好きですよ。あ、そういうのあるんだ。うん。まあ、あれ全くもって誰も注目しないエリア。あれすごい。そんなんがあるんだ。俺あれ寂しい、俺はあれ一人でやってっから。あ、本当。なんか美術館に行くよりやっぱちょっと遠出してみんなでいいなとか、あの山すごいとか、この花綺麗とか、この葉っぱやばいとか、なんかそうやってる方が楽しい。美術館なら一人でも行けますよ、うん、あ、でもさ、そういう発見ってあるじゃん、なんか今日渡辺が写真撮っててさ、でカメラが向いてる方向を俺も自分見ちゃって、うん、でそうすると渡辺が見てるものも一緒に見えるんじゃん、あ、それいいよねって共感できることとかさ、なんで撮ってんのか今あれなのかなって思ったり、うん、ね、別にそれは渡辺カメラを向けてても向けてなくてもいいんだけど、なんか自然のさ中ってそういうものってすごいいっぱいあるじゃん。ある。例えばさ、こう山の中ずっと歩いててさ、発見した落ち葉が一個いいねって思ったら他の人見てないかもしれないじゃん、すごいいっぱい発見があるんだよね、そういうもんで。でさ、時間の問題とかもあってさ、なんかいちいち 見たりとかさ、カメラに収めてとかできなくて、雲はずっと流れていくわけだし、そう、今日雲が、うん、雲の下の山に雲の影ができてるのがすごいなと思って、あれにはなかなか見えないよね、見えないね、すごい感動した、あれは綺麗っていうか、良かったね。で今日は結構さ、雲が早かったからさ、うん、風が強かったね、影がさ、紅葉してるのがね、どんどん行くよね、もう見てるだけで分かるぐらいだったからさ、だな、ああいう発見ってやっぱ美術館とはまた別のさ、体験でしょ、うん、そう、そういった意味ではそうだね、こういう遠出の旅面白いね、これからもするって、
なんか一瞬なんか美術館とかどうでもいいやとか思っちゃうような、うん、そういうのはあるね、うん、美術そういうのはあるんだよ美術とか言ってもバカじゃないんだよ何で俺やってんだよみたいなちょっと思ってたよ、うん、でもそういう感動があるからなんか作りたいなっていう気持ちが湧いてきてそれでみんな作ってるっていうのがあるから否定できないしっていうでもそのやっぱ自然には何もかなわない感じがしていや僕もそう思うよだからなんか美術館とか行っていい作品作ってるなっていう人がいたとしてもその人はさ自然からすごいさインスピレーションを沸かしたり感動してるかもしれないでしょで昔はそれが一般的だったけどさ今はさなんか美術に感動して自分美術を作るようなさ感じじゃん、なんか鳥山明に感動して鳥山明みたいな絵を描くみたいな世界だと思うのよそういうなんか流れというか仕組みはなんかありますね、確かに実際確かに僕も美術館、博物館で見て見たなんか感情っていうのは結構でかいですからね、やっぱり、うん、だから基盤はそこだけじゃなくてもいいと思うんだむしろでもやっぱそうですね、これからやってるのは確かにこういう自然とかに目を向けるのが大事ですよね、もっともっと、うん、まあなんか自然を久しぶりに見れてよかった、うんよかった。すごいね。田舎じゃん。ユウも。だね、今どういう引っ掛け方？普段見てるものに対しての解決にできる。ああ。え？いやなんか私は自分が生まれたところがもう四方に山に囲まれてたんで、所沢って全然山ないじゃないですか。まあ、遠くに見えるぐらい、うん、だからなんか久しぶりに山らしい山を見れてなんか懐かしいなみたいな思ったまあそれは余談ですけど本当にこの山の景色っていうのは誰が見ても美しいって思えるじゃないですか、ねうん、なんかそこから例えばインスピレーションを受けて作った作品があったとしても美術やってない人って美術だからこれ分かんねえって言っちゃうじゃないですか見る前に分かんねえって言っちゃうじゃないですかでも山の景色とかはなんか美しくてすごい感動できて誰でも感動できてそこのじゃ違いってなんだみたいな人が作っちゃうとなんでそんなに拒まれるようになんだって